もしも君の今日が実りない一日でも、その手に握りしめた夢の銀貨を捨てるな。そうさ、夜が明けて新しい朝が来れば、再び回り出すよ、明日という名のルーレ。ああ生きるってことはなんて素晴らしいゲーム。ああ振り向くなためらうな、若さを明日にかけろよ。皆さんこんばんは、西城秀樹です。今僕は3年ぶりにこの日生劇場のステージに立っています。今日のリサイタル第1部では、すべてオリジナル曲、新しい歌を歌います。このリサイタルのためにたくさんの友人や先輩たちが作詞作曲して僕に勧めてくれたものです。みんな僕と同じこの時代に生きる若者の心をテーマにしたものです。ある曲は友情を、ある曲は連帯を、そしてある曲はふるさとへの思いを歌ったものなど、いろいろな曲があります。最初の曲は素晴らしいゲーム。挫折した友人に生きる勇気を訴えかけるテーマです。皆さんの中にも苦しんでる人や、また傷ついてる人がいらっしゃるとしたら、そんな僕の友達のためにこの歌を歌いたいのです。もしも君の心が悲しみに打ちのめされ倒れそうになっても、タオルを投げちゃいけない。そうさ、朝を告げる鐘の音が鳴り渡れば、再び始まるのさ、明日という名のラウンドが。ああ生きるってことはなんて素晴らしいゲーム。恐れるな倒れても、若さを燃やし尽くせよ。ああ生きるってことはなんて素晴らしいゲーム。ああ振り向くな明日にかけろよ。